新しい年度へ、心新たに心機一転という女性に向けて何かエールをいただければと思います。そうですね、まあ、この今日僕この映画を見させていただいて、まあ、一度では感じきれないなって、まあ、まずは感じてしまったんですけれども、やっぱりまあ、クララちゃんが自分の気持ちに正直になることによって、結局は他人をじゃないですね、王子を助けることが、はい、じゃないですね、あっちですね、はい、すいませんね、くるみ割り人形を助けることができた、はい、まあ、夢ではあったかもしれないんですけれども、はいはい、まあ、そうやって自分を大切にすることが人を助けることにつながるんじゃないかなっていうのを一つ感じたので、はい、やはり女性はね、いつまでも綺麗でいていただきたいと思いますので、やっぱり心の中から綺麗になって、はい、周りにいる皆様を幸せにしていってもらえたら、まあ、僕たち男性は助かるので、はい、ぜひそんな女性目指して頑張ってもらえたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。